さっき俺チェルシー見てたんだけど、はい、チェルシーさ、フォーバックやってたの。フォーバックで4141やってて、で、スターリングが左のウィングをやってたんだよね。このフォーバックがちょっと内側に入る形で、で、右のリース・ジェームズがちょっと高い位置取って、334みたいになるんだよ。そう、こういう形になるから、あ、ちょっとシャーボっぽいと思って。はい、だけど、相手が433のシステムだったから、こうなった時の、この、ここポイントになるじゃん、シャーボだと。ここにね、立つのが遅くて。うん、で、そうなると、外回しのパス回しになっちゃう。うん、その時に、この、フォーバックが、ちゃんと作りきれてない時とか、内側で絞る時に、ペナ幅じゃなくてちょっと外側取っちゃうから、うん、結果、ここ出せないし、出しても詰まるしっていう、得点取ったシーンとかは、結構綺麗に、広がって、ファイブエリア取ってみた感じになってるんだけど、それ以外のシーンは、ちょっと惜しいみたいな、ここが降りてきてないとか、ここがちょっと開きすぎてるみたいになってるから、結構、初陣の監督が、新しいシステム使った時になる、まあ、まあ、リベンジャーズとかでも見てるけどね、うん、今、試合結果放送されたら1回目、2回見たけど、うん、やっぱすぐは馴染んでなかったじゃん。そうですね。あの感じがやっぱチェルシーでもあるから、うん、あ、やっぱり、そういうサッカーって時間かかるのかなと。うん。で、スターリングの位置が高すぎたりとかあったから、本当多分やりたいことは、ポッターとブライトンでやってた3バックの形の、この352から、前にボールが行った時に、パスカル・グロスとかは、ブライトンの時は上がっていってたけど、これを、まあ初期システムを433のところから上げて、そこからどう厚みつけるかっていうので、ここの最初の配置がポイント立ててないとか、迂回経路作れてないとか、逆に作ろうとして開きすぎてるとか、サイト高すぎると、ほんと細かいところがずれてた感じだから、だから、時間経てばって感じです。まあ、トゥエルの問題もね、マネジメントの方だと思いますからね。だから、ポッターになって、優しいというかモチベーターとしても能力高いみたいなんで。